新庄監督、今までで一番いい勝ち方。苦しみながらも久しぶりの連勝に試合後の新庄剛志監督は、今日の勝ち方が監督をやらせてもらって一番最高の勝ち方かな、と感慨深げ。初回1点取られて逆転されて、また逆転してダメ押しで最後に田中正義くんが抑える。古巣相手に移籍後初勝利を挙げた中継ぎの山本拓海くんの慣れさせた場所が良かったというね笑いと、全てが好転した試合展開に満足げな表情を浮かべた。この記事だけだと配置転換の話ちょっと怖い気がしたが、新庄の方だときっちり説明されてて安心した。新庄の新庄、12日から投手コーチを配置転換した。隣にいてもらって、この場面は打者がこうだと思っているよと僕の考えを聞かせています。ブルペン強化ではないじゃないです。一時武田くんにいてもらって、次は加藤くん、どんどん僕のやりたい野球を伝える。水谷の外野守備は新庄のおかげで大丈夫そうやな。新庄ってマジでスターだな。監督としてもセンスとしてもパリーグを盛り上げてる。交流戦は表ローテ包囲網されてプラマイゼロなら十分よくやってる。できれば勝ち越しフィニッシュで頼む。新庄が監督辞めた後に各球団に外野守備の臨時コーチとして呼ばれたら NPB 外野守界に革命を起きそう。稲葉を2軍監督にしたのは次は稲葉ってことだなぁとは思ってる。そこは規定路線だろうな。来年なのか再来年なのかはわからんが。新庄監督は最初から3年計画で強くすると言ってた。1年目のシーズン前から言ってた。素晴らしいよ。日ハムを中心に動画をまとめていきます。よろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。